皆さんはどんな時に自分は成長したなって感じますか？部活、勉強、バイト、友達との関係など自分の経験から皆さんそれぞれ様々な成長の実感をしていると思います。一方でたくさん努力をして時間をかけているのになかなか上達しない、成長を実感できないということはありますか？あっという間に過ぎていく日々の中で自分の成長を実感するってなかなか難しいですよね。自分の成長を実感する鍵は振り返りにあります。振り返りはすべてあなたの経験がスタートポイントになります。最近何か失敗したなと感じた場面を思い出してみてください。できるだけ具体的な方が良いです。次にその場面で何が起きたか、自分がどんなことを感じたか、本当はどうしたかったのかなど自分自身に質問し、自分自身で答えてみましょう。これが振り返りです。例えば自分がリーダーだったのにプロジェクトの中でチームの話がまとまらなくて前に進まなかったという経験があるかもしれません。その時感じたことを書き出してみましょう。例えば時間の問題、みんな何を話すか忘れてないかな、意見を出せない人や出さない人のことはどうしたらいいんだろう、自分はリーダーとして何を求められてるんだろう、そんなことで悩んだりモヤモヤしたりしたことあるかもしれません。振り返りから同じ失敗を繰り返さないために自分だけのセオリーを作ります。最後のステップは今見出したセオリーを実際にやってみる、試してみることです。このように自分だけの経験を振り返ることを通じて同じことを繰り返さないための方法を自分で見出すことができるんです。今回の例ではチームの話し合いで意見が対立してしまったという経験をリーダーとしてどうすればよかったんだろうという視点で振り返りました。その振り返りを通じてもしかすると一人で抱え込まずにリーダーに何を求めているか、みんなに相談すればよかったかもしれないという気づきと、その気づきを深掘りした時には自分のよくある失敗は人に相談しないことに原因があるかもしれないというセオリー作りができるかもしれません。そうすれば今度はプロジェクトの前にそれぞれの役割を書き出して共有するなど同じ失敗を繰り返さないための工夫を自分で考えられるようになるでしょう。この振り返りを通じた成長のモデルはアメリカの教育理論学者のデイビッド・コルブという人が考えた経験学習モデルといいます。このモデルでは具体的経験、生察的観察、抽象的概念化、能動的実験という4つのステップを意識的に行うことで自分が経験したことを自分の成長につなげていくことができると説明されています。振り返りの機会を自分で作らなければマイナスの経験はそのまま残り同じことを繰り返してしまうかもしれません。振り返りは誰のためでもなく自分のためです。今までできなかったことができるようになる、テストでいい点が取れる、部活でいいパフォーマンスができるといったことだけが成長ではないことが分かったんじゃないでしょうか。成長するとは自分の経験から学び次に生かすことができるということです。自ら学び続ける力は自分の成長を実感することで育っていきます。ぜひ日々の経験を振り返り自分の成長につなげる実践をしてみてください。